皆様どうもこんにちは、ミントスです。今回のミントスクッキングはドレスドオムライスを作っていこうと思います。調味料はケチャップ、オイスターソース、塩コショウ、鶏ガラ、醤油、サラダ油、バター、鶏肉、飯多分 400g ぐらい、玉ねぎで作っていこうと思います。みじん切りにした玉ねぎをフライパンに放り込み、サラダ油と一緒に少しだけ炒めます。いい感じに黄金色になったら鶏肉とバターを投入します。ここからとてもいい匂いがするのですが、まだこれでは食べれません。そしてここからが本番、ご飯の投入です。しかし正直やっぱり 400g は多かったんでしょう。フライパンがご飯で埋め尽くされました。これは大変なことです。ですがこの大変な戦いに勝つことによって、なんと玉ねぎと鶏肉、ご飯、あと調味料を各種いろいろ混ざることに成功しました。完成と言えるでしょう。完成と言いましたが、あれは嘘です。ケチャップライスじゃないオムライスなんて存在するのでしょうか。答えはしません。そしてケチャップを投入、投入をしたんですが、この時までに結構な時間を炒めてしまったことにより、なんと焦げが発生してしまいました。黒い霧と申しますでしょうか。そして完成したオムライスをお皿に盛り付けていきましょう。今回使ったお皿は黒、この黒を基調としたお皿を使うことによって焦げの威力のインパクトも半減するので、とてもおすすめです。料理を焦がしてしまう皆様、ぜひとも黒のお皿を使いましょう。ここまでくればあともう一踏ん張りでございます。ドレスの部分を作っていこうと思います。余裕があればドレスの部分の画像も撮ろうと思ったのですが、作ってる最中は忙しかったので撮れませんでした。完成でございます。ドレスドオムライスの一歩先へ行く、12時を過ぎてしまったシンデレラのオムライスでございます。真上から見た図はさながら破壊された家そのものでございます。ドレスで包むはずが、なんと右の方をご覧ください。生足ならぬ生飯が飛び出てる状態となっております。なぜここに穴が開いているんだろうと思った方もいらっしゃると思いますが、答えは単純です。ここを端でつまんで時計回りと反時計回りで回していたら穴が開きました。動画だととても簡単そうだったのに、とても不思議です。それでは皆様、またのご来店をお待ちしております。ミントスクッキングでした。